視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。アイテムに使用は当たり前、何コンボも使わなければどうなるか見ていただきましょう。あー、桃がらしい。今回は何コンボもアイテムも使いません。本来ならそれで一枠攻略がいいんだけどな。開始早々出てくるので無理です。知ってる方も多いと思いますが、狂乱ステージの中では難関です。今回の攻略にあたって、狂乱のバトルに射程で勝ってるキャラはいません。なんでそんな無茶するんだよ。バトルは 50% の確率で動きを止めますが、範囲攻撃なのと回転が速いため、こちらはまともに攻撃できません。条件が無茶苦茶すぎやしないか。射程で勝ってるキャラを使わずにこんな化け物相手にするなんて。一応遠方範囲攻撃のセイバーを入れてます。バトルの前に敵が現れたら範囲攻撃に巻き込みます。普通に射程勝ちしているキャラじゃダメなのか。私といたしましてもサンディア使いたかったのですが、先に動画上げられては別の手段しかないんですよ。そろそろセイバー出したいところだな。赤い敵がたくさん来るのでそれを利用します。さあ出番です。ニャンコンボ使ってもいいのなら、バイオハザード、骨骨ボーンを入れて、ラーメン抜きができるのですが、どうしてそうしなかった。ニャンコンボを使った2枠より、使わない3枠の方が難易度が高めですから、セイバーが赤らが青に攻撃している間は、バトルを遠方範囲で攻撃できています。感知射程を利用した敵の射程外からの攻撃か。この方法はランキングのまでも使えるので、参考にしてみてください。では基本出し続けるだけですので、倍速します。枠数を絞った攻略は、時間がかかるので残りの枠に何を使うかで、時短ができます。じゃあ一層のこと速攻したらどうだ。狂乱でそんなことできるのは、猫、タンク、キモ猫、ドラゴンくらいかと。いずれも城破壊が前提です。デスピエロか。大体がもう上げられてるので、やるわけにはいきません。あくまでオリジナリティを求める。それがマイブーム。今やっている攻略もやがて、新キャラ次第ですが1枠狙いです。少なくても従来のキャラで1枠は、ニャンコンボを使わないと成立しないので、その時点でアウトです。シビアすぎるな。なんとかしますよ。9分に及ぶ死闘も終わります。倍速しなきゃならんとはな。同じことの繰り返しを見るよりいいかと。私の攻略ポリシーは以下。できるだけ枠数を絞る。アイテム使用禁止。ニャンコンボは最終手段。すげえ縛りだな。このくらいやってのけないと、目の超えた視聴者様は納得しないんですよ。だったら次どうするかだな。あんだけならできてますよ。やるには勇気が必要ですが。勝利ノーアイテムニャンコンボなし射程負けでクリアしました。これは時間の無駄とも言えるな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。フィッシュに挑戦したいと思います。超メタカバをどうするかだな。